はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、この動画を収録しているのが2021年3月16日になります。最近ね、ツイッターの方で合格しましたとか卒業しましたっていう風なね、声たくさん見かけます。皆さんおめでとうございます。はい、そうなんですよね。春はね、出会いと別れのシーズンです。はい、環境がね、ガラッとね、まあ、卒業とかされた方は変わったりもしますし、まあ、学年がね、一個だけ上がるよっていう方は、まあ、そこまでね、変化はないかもしれないんですけど、まあ、心機一転にね、持ち物をね、変えてみようかなっていう方いらっしゃると思います。でね、まあ、すべてがね、かなりいい方だと、まあ、良かったりはするんですけどね、中にはですね、まあ、集団なんでね、まあ、変な方もね、ちょっと紛れたりもしてるんですよね。うん、中にはね、いたずらとかね、いじめとかね、そういうふうなこともあったりします。でね、自分はどうかと言いますとね、学生時代ね、かなりね、いじめられておりました。まあ、休み時間とかにね、トイレとか行ってね、まあ、戻ってきたらね、まあ、置いてたペンがですね、なくなってた、壊されてたとか、隠されてたとかね、結構ね、あったりした感じなんですよね。なんでね、学校にね、持っていくペンに関しては、もういざそういうふうなことになっても、もう諦めがつくようなものでね、ちょっとね、自分が家で集めてるものとはまた別のね、ラインナップでちょっと集めたりとかしてたんですよね。でも、その中でもね、やっぱりちょっとこだわりを見せたりとか、その中でもちょっとリッチなやつを持ちたいとかね、そういうふうなね、まあ、思いとかは結構あったりしたんですよね。はい、というようなね感じで、まあ、同じようなね思いとかちょっとそういうのが気になるよっていう方のためね、今回ですねちょっと変わったテーマなんですけど、はい、こちらです。じゃん、はい、治安が気になる新入生のためのシャーペン10選バージョン2021という風なね、はい、まあ、ちょっとですね、変わったテーマのやつをね、今回は皆さんにお届けしたいなと思います。はい、まあ、今回ですね、まあ、目をつけられにくくて、はい、まあ、リーズナブルで実用的で、いざね、上の学年に上がった時、はい、まあ、その上のグレードのやつを持った時でも、まあ、今回紹介するやつが、まあ、無駄になりにくいっていうやつでね。はい、まあ、その中でも、まあ、いろいろこういう風にある中でも、それでもちょっとリッチなやつを持ち帰るよっていう風なね、まあ、そういうのは、こだわりを持ってるような方々のために特別ですね。はい、今回はね、この10選の方の選んでみました。はい、あれこれなんで含まれてないんだよみたいなね、そういうようなやつもしかしたらあるかもしれないんですけどね、お手柔らかにお願いします。まあ、自分もね、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、この中に含みきれなかったねペンも今回まあいろいろあったりするんですよね。まあ、時間があればね、それもちょっと理由を入れながら紹介を今回したいなと思うんでね、まあ、ぜひですね最後にちょっとスクショタイムの方まあ、ちゃんと出したやつをまとめたいなと、まとめたやつをね、出したいなと思うんでね。はい、まあ、今回は気軽にですね、さーっと聞いていただけると嬉しいなと思います。最後に、いいねとチャンネル登録の方も忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、もう今回はね、トン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 とね、行くんでね、まあ、ペン一個一個のね、ちょっと紹介はあまりしない感じになります。はい、ということでね、じゃあちょっとね、一個目からまず、スタートしていきたいなと思います。はい、まず最初はこちらになります。じゃん、はい、パイロットの S3 になります。まあ、値段はね、300円のやつです。はい、まあ、それが何になるかというと、こちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、まあ、これね、個人的にこの透明なやつをね、おすすめしたいなと思います。はい、というのもね、最近流行りのこのね、メッシュのペンポとかに結構合わせられたりするんですよね。これね、男女問わずね、結構おすすめのやつです。はい、結構筆箱作りにもいい感じだなと思うんですよね。でね、これね、S3 の他にですね、はい、この上でね、S5、S10、S20、S30 とね、最近まあ、新しく出たやつがあったりするんですけどね。はい、まあ、個人的にはね、この S3 からね、これは行くのがいいんじゃないかなと思います。まあ、S5 と S10、はい、ちょっとね、まあ、S10 の方とは S20 をちょっと出しましょうか。はい、こちらになります。じゃん、はい、まあね、これ S5 はね、ちょっと今手元にないんですけど、ここがゴムになったようなやつなんですよね。このね、最近 S10 と S5、まあ、個人的にはこの S10 すごく愛用してたんですけど、あまりちょっとね、まあ、人気が、まあ、あまりないかなっていう感じだったりもするんで、まあ、個人的にはこの S3 結構色があったりとかもしてね、あと形状が結構ね、これ上に行っても似てたりもするんですよね。なんで同じフィーリングが楽しめるということで、個人的にはこの S3 をおすすめしたいなと思います。でね、このね、一番上の S20 と S30 とかになってくると、はい、まあ、やっぱり上級生とかね、多分も、
なんか目つけられるかなみたいな、ちょっとそういうようなところがあったりとかもするんですよね。でね、まあ S30 が出たから S20 いいじゃないかなっていうふうに思われる方いらっしゃるかもなんですけど、これちょっと最近動画にもしたんですけど、はい、こんな感じですね。S30、S20 と、あともう一本入れてるんですけど、レグノでこういうふうなバトルして、結構これが盛り上がるぐらいな感じになったりしてるんですよね。なんでまあ S20 と S30、まあ今でもちょっと同列みたいな感じで、ちょっとあれかなと思ったりしたんで、はい、まあちょっとね、まあこの S3 をまあ選んだ感じになります。はい、ということでね、じゃあ次に行きたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、パイロットのドクターグリッププレイボーダーになります。はい、まあこれがね、どんなやつになるかと言いますと、こちらになります。はい、こんなんですね。はい、まあこちらがですね、最近いろいろ推しカラーみたいな感じで、まあカラフルなやつが出てまして、こちらに関してはね、ちょっとあれですね、鬼滅の刃っぽいようなやつですよね。はい、まあこんなカラーのやつも出てたりもします。はい、これね、ここのところが入れ替えることもできたりとか、ここになんかね、紙を忍ばせたりとかしてね、はい、なんかデコったりとか、板ペンとかもね、作ったりすることができるんですね。まあそこからなんかコミュニケーションが生まれたりとか、これで授業中とか、まあそうですね、ちょっと触ったりとかしてもね、結構楽しめるんじゃないかなっていうやつになります。まあ、くれぐれもね、中のところにカンニングペーパーですね。はい、まあ、これはですね、まあ、入れないように注意いただけたらなと思うんですけど、はい、こんな感じで結構カスタマイズ性にも富んでて、コミュニケーションもね、結構取れるやつとして、まあ、いいんじゃないかなということで、まあ、入れた感じになります。まあ、値段はね、500円と、これもね、リーズナブルな価格帯になっております。はい、でね、これ最近ですね、ドクターグリップエースっていうね、こういうやつもまあ出てきたりもしたんですけど、これね、ちょっとカスタマイズ性が落ちちゃったんですよね。まあ、かっこよかったりはするんですけどね。あとはこのね、先っぽがですね、ちょっと結構ガタガタ揺れるとか、まあいろいろあったりとかもするんで、ちょっとね、これドクターグリップというか、ちょっと違うやつじゃないのみたいな、そういうふうなね、意見とかもいろいろ出てるやつなんで、ちょっとこれはね、除外した感じで、まあ従来の流れを継承してずっと来てる、まあこのプレイボーダーの方ね、ちょっと入れた感じになります。はい、ということでね、じゃあ次に行きたいなと思います。それがこちらになります。じゃん、はい、ペンテルのスマッシュです。はい、まあ、これはね、定番のやつですよね。はい、みんなもこれで、ね、多分なんかこういうのやったら入れると思うんですけど、はい、こちらになります。はい、こちらですね。はい、まあ、こんな感じです。まあ、下のやつがね、これ定番カラーで、上がね、これ限定のやつなんですよね。これロフトさん限定の黄色のやつかな。まあ、自分は黄色が大好きなんで、この黄色の推しカラーいった感じなんですけど、はい、これ結構ご当地のやつとか、まあ、いろいろあったりとかもするんですよね。はい、まあ、なんか旅行行ったよ、まあ、その帰りにこれ買ってきたよ、みたいな感じで、なんか、お友達と話したりとかですね、まあ、交換とかね、これも結構これと同じく、コミュニケーションをね、お友達と取りやすいペンということで、個人的にはお勧めしたいなと思います。でね、書き味とかに関しても結構定評があったりもするんでね、まあ、個人的にはおすすめのやつになります。はい、でですね、じゃあ次に行きたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、ペンテルのタフっていうやつになります。はい、まあ、これもね、350円ぐらいのペンなんですけど、はい、こちらになります。はい、こんなやつなんですよね。はい、まあ、これがですね、ちょっとね、面白いペンで、はい、こんな感じでノックすることができるんですよね。はい、でね、ここのところがね、持つところのゴムをね、ちょっとね、サラサラしたような感じでね、これかなり触り心地が良かったりするんですよね。書き味もね、非常に良かったりもします。で、これいざという時のね、この消しゴムもこんな感じで長いやつがついたりしてるんですよね。なんでね、結構ね、これ実用的ですしね、かなりポテンシャルが高いやつなんですよね。でね、かなりね、文房具ファンでね、シャーペン好きの方でもね、これかなりクロート向けでいいじゃんみたいな感じとかね、目立った欠点がないよみたいな感じで、割と皆さん揃ってね、いいねっていう風なやつなんですよね。なんでね、個人的にはね、これかなり推したいなと思います。で、これ登場が2001年頃みたいですね。まあ2021年なんで、ちょうど20周年みたいなアニバーサリーの感じで、はい、なんか限定のなんかちょっとね、抹茶ミルクっぽいような色のやつも出てたりもするんで、ぜひ、ね、そちらの方もね、チェックしていただけたらいいなと思います。はい、ということでね、まあ、ペンテルのタフを入れた感じです。はい、じゃあね、次行きたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、ペンテルのオレンズの、まあ、メタルグリップタイプのやつになります。まあ、これがね、お値段が1000円になります。はい、それがね、何になるかというと、こちらになります。じゃん、はい、こんな感じのやつなんですよね。これね、上のやつの方が、これ実は廃盤のやつになります。縦溝になったやつなんですね。で、下のやつがこれ縦と横にこういう風に入って、ちょっと細かいこういう風なグリップになったやつなんですけど、はい、これね、まあ、上廃盤になってるんですけど、結構なんか作ったのか、在庫があるのか、結構お店でもね、今の2021年3月16日現在では結構見かけたりもします。なんでね、自分の手に合うやつをね、選んでいただいたりとか、まあ、見た目好きなやつ選んでいただいたらいいなと思うんですけど、はい、これに関してはですね、この
下のモデルが実はあったりするんですよね。はい、まあ、こちらのやつです。これの方がね、いろいろカラフルだったりとか、まあ、バリエーションとかはあったりするんですけど、実はですね、この上のやつ、これがね、むちゃくちゃ強いというか、まあ、根強い人気だったりするやつなんですよね。はい、まあ、それがですね、こちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、オレンズネロっていうやつなんですよね。はい、これがですね、値段がちょっと跳ね上がって3000円ぐらいのやつなんですけど、もう自動シンクリ出しの、まあ、フラッグシップモデルみたいなやつなんですよね。はい、これを持ってるとちょっとね、いろいろ捉えたりとか隠されたりとか壊れる可能性とかもなんかいろいろまああったりとかもするんですよね。なんでね、まあ結構これはちょっといきなり持つのはちょっとあれかなと思うんで、はい、まあこの下となった時に、はい、まあそうですね、まあここまでいかなくてもこれ持ってもいいかなって個人的に思ったんで、このメタルグリップをね、はい、ここのところには入れた感じになります。ということでね、まあこれ1000円のやつです。はい、ということでね、じゃあこっちの方行きたいなと思います。はい、まあ次がこちらになります。じゃん、はい、ゼブラのデルガードのタイプ ER になります。はい、それがこちらになります。これもね、いろいろタイプがあったりします。はい、まあこれ折れにくいシャーペンのやつですね。はい、まあ力を入れるとガイドパイプが前にこれ出ることによって、ガードする、折れるのをガードするっていうのは、まあそういうやつ。なやつなんですけど、これね、消しゴムがね、非常に面白いんですよね。これ逆向けるとこういう風に消しゴムがスッて出てきて、はい、固定されるんですよね。で、こういう風に上向けるとこれが引っ込むよっていうのは、なんかね、ちょっと魔法な感じのね、はい、面白い仕組みをこれ持ったやつになります。まあ、過去の自分動画でね、これの仕組みについていろいろ紹介したやつもあったりもするんですけど、まあ、こんな感じで、あ、面白いみたいな感じでこういう風にできたりもしたりね。見た目もね、結構かっこよかったりもします。これちょっと限定のタイプなんですけどね、まあ、定番のやつも結構カラーリング綺麗なやつもあったりするんで、まあ、個人的にはね、これ値段的にもまあおすすめしたいなと思います。はい、まあ、700円ほどのやつです。はい、じゃあね、次に行きたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃん、はい、三菱鉛筆さんのね、クルトガアドバンスになります。はい、まあ、それがですね、どこかな、はい、こちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、まあ、これもね、クルトガアドバンスアップグレードとか、まあ、いろいろあったりとかもするんですけど、個人的にはね、こちらのやつをちょっとおすすめしたいなと思います。はい。まあね、これね、先っぽのところがですね、これちょっと面白いことになってまして、はい、ちょっと拡大できるかな。はい。もうね、先っぽのところがですね、はい、こういうふうに押してるとね、なんかマークがね、くる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 回る感じなんですよね。はい、わかりますかね。ここのところがくるくる回ってるんですけど、はい、まあ先端のね、この芯がくる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 回る感じになります。まあこれによってね、先っぽがずっとね、一定にこういう風に尖り続けるんですよね。はい、まあ、これがですね、ない機能のやつだと、だんだん片方だけがぐーって減っていって、はい、すごく尖ったり、まあ、そうじゃなくなったりとか、こういう風にするんですよね。すると、線のね、やつが細くなったり、太くなったり、細くなったりとか、なんかそういうのを繰り返しちゃうんですよね。はい。まあ、でもですね、まあ、こういう風に回ることによって、ずっと、まあ、同じ一定の線が引くことによって、まあ、綺麗な、まあ、見た目が綺麗な感じの、はい、文字ができるっていう感じなんですよね。はい。まあ、抑揚ですね。止め、跳ね、払いとか、まあ、そういうのが、詳しくつけられるよっていうふうな、まあ、そういうふうな感じではなかったりするんですけど、まあ、文字が、の太さが一定っていうふうな、まあ、そういうのが楽しめるやつになったりします。はい。まあ、これもね、昔からずっと、まあ、人気のやつなんですけど、まあ、個人的にはね、この下のやつ、はい、行くのがいいんじゃないかなと思って、はい、こちらを選んだ感じです。まあ、550円のやつになります。じゃあですね、次のやつに行きたいなと思います。じゃあ、ちょっとこれもちょっと引きますね。はい、ごめんなさい。はい。ということでね、まあ、次はですね、こちらになります。はい。まあ、ステトラの925の25になります。これが値段が1200円のやつなんですけど、はい、それがこちらになります。じゃん。はい。このね、シルバーのやつですね。まあ、これシルバーじゃないやつもね、実はまあ、あったりもするんですけど、はい。まあ、それが例えばこんなやつですね。まあ、これもね、ちょっとなんか、まあ、表記がいろいろなんですけどね。まあ、これ925のまあ、35とか25とか、まあ、いろいろあったりするんですけど、このね、色がついたやつは、まあ、結構中にはプレミアとかついたりしてるやつがあったりなんで、まあ、いろいろまあ、言われるかもなんですけど、このシルバーのやつですね。はい。まあ、これに関してはね、特にもう、あまり、まあ、言われないかなと思いますし、結構これね、すごく、もう、フラグシップというか、まあ、ベンチマークとかですね、もうシャーペンのベンチマークにもなるぐらいもかなり有名なやつだったりもしますし、かなり書き味とか持ち味に関してももう鉄板な感じなんですよね。はい。まあ、なんで、君鉄板押さえてるねみたいな感じになったりもして、まあ、そんなに悪い印象は受けないと思うんで、個人的にはね、これお勧めしたいなと思います。はい。ということで、まあ、925の25。はい。ちょっと値段がまあ上がるんですけど、1200円なんですけどね。はい。まあ、入れたような感じになります。はい。まあ、次はですね、こちらになります。
はい、トンボ鉛筆さんのモノグラフになります。はい、まあ、これがどんなやつになるかというと、はい、こちらになります。はい、こんな感じのやつなんですよね。最近ね、このクリアカラーっていう風なね、あの透明なやつが出てね、これ個人的にかなり熱いやつなんですけど、はい、これね、あの振ってね芯を出すあのフレノックっていう機能ですね。あとはこのね、振る機能をね、ここのところこういう風にカチッて下に下げるとロックされる。はい、まあちょっと音はするんですけどね、あのまあロックがねされて先から出ないっていう風な、これ持ち運びにも考慮したようなね、はい、フレノックとフレロック機能がついたやつになります。でここのところもね、消しゴムはこういう風に長いやつがついてるんですけど、これねお値段がね350円に抑えられてるんですよね。これ非常にね、あのすごいなと思います。まあ、他にもね、限定でスモーキーカラーとか、今ちょっと入手困難だったりするんですけど、まあいろいろ素敵な色もあったりとかもして、これね、透明なんですけど、なんかね、定番みたいな感じでね、最近アナウンスがあって非常に嬉しかったやつですね。はい、ということでね、個人的にはかなり株が最近グッと上がったような感じなんですけど、はい、トンボ鉛筆のモノグラフをまあノミネートした感じになります。はい、ということでね、まあいろいろ駆け足でザーッといったんですけど、はい、ラストですね。はい、これを紹介したいなと思います。それがこちらです。じゃん、はい、無印良品 ABS 樹脂の最後の1ミリまで描けるシャーペン、はい、これが値段が590円のやつなんですけど、はい、こちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、これね、あのここに書いてあるのがポイントですね。最後の1ミリまで描ける。はい、まあ、これどういうことかというと、この先端のところがですね、あのチャックみたいな感じになってるんですよね。はい、ちょっとね、これ普通のね、あのシャーペンとはちょっと違うような感じです。はい、ここのところがなんかこうやって縦溝がついてますよね。ガッてこういうような爪みたいなのがついてるんですよね。はい、これによってね、あの先っぽなんかガッて加えるみたいな感じになるんですよね。なんでもう最後のね、もう芯が1ミリぐらいになってもこれあのうまいこと使えるよっていうような、こういうようなやつです。これね、昔ね、あの結構いろんなメーカーがまあ出してたやつなんですけど、だんだんなくなってきて、ちょっとロストテクノロジー気味になってきたやつになります。まあ、パイロットさんがね、昔クラッチポイントとかそういうので結構出されてたりするんですけど、今ちょっとあんまりなかったりもしますよね。はい、というような感じでね、これがね、あの無印良品さんでこういう風に生き残ってる感じなんですよね。なんでね、これがね、結構個人的にはですね、あの本当にあのまあ試験とかですね、そういう時に、ああ、芯がもうないみたいな時に、これ本当にあの、まあ、命綱というかね、お守りみたいな感じでね、これは筆箱に入れていても個人的にはいいんじゃないかなと思ってね、これは無駄にはならないぞということでね、まあ一本でも持っておくといいかなと思いまして、まあここに書いたような感じになります。はい。というような感じですね。まあ、結構ですね、まあ、いろいろペン紹介しましたね、今回。はい、まあ、いろいろあるんですけど、はい、このね、10銭どれもおすすめなやつになります。じゃあ、ちょっとね、これ紙のやつなんですけど、実はですね、このやつ、まあ、ちょっとデータのやつをちょっと自分作ってまして、はい、そちらの方をね、ちょっと出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、こちらですね。はい、じゃあ、こちらの方をですね、まあ、スクショタイム設けたいなと思います。はい、5秒間いきますよ。はい、用意スタート。はい、ということでね、まあ5秒経ったんですが、はい、皆さんあのスクショの方を撮りましたかね。はい、ということでね、まあ今回はね、この10個をね、まあいろいろ紹介した感じです。じゃあですね、あのここからですね、あのまあこの10個にね、まあ残念ながらちょっと選ばなかったよっていうのをね、ちょっとだけあの理由をあの入れながら最後あのタタッと紹介して終わりにしたいなと思います。はい、まあまずはですね、はい、こちらになります。じゃん、はい、これね、あの最近出たあのクルトガのやつと、あとはこのロックがついたね、このアルファゲルのやつなんですけど、はい、これこのアルファゲルのところがね、これちょっと賛否が結構割れたりとかもするんですよね。中にはあのすごくあの酷評する人もいたりもしてね、はい、まあこれがちょっとね、あの新入生にとってどうかな、はい、なんかちょっとそういうようなところがあったりとか、まあ考えたりもしたんで、ちょっと入れなかった感じになります。はい、あとはですね、あのこちらですね、はい、まあちょっとこれ一気にあの何種類か出したりするんですけど、はい、こちらになります。じゃん、はい、まあ、ペンテル系のこのあたりですね。まあ、ちょっとこのペンとこのペンはね、まあ、似てるような感じなんですけど、はい、このね、あのグラフ線系のやつと、あとはこのグラフギア線系のやつと、あとはこのグラフペンシル系のやつですね。はい、まあ、これらはですね、結構ね、派閥争いがあったりするんですよね。はい、なんでね、結構、このペン持ってるから、お前こっち派じゃないのみたいな、そういうのはちょっとね、派閥の争いにね、新入生をいきなり巻き込むのはどうかなみたいなところがあるんで、これはね、皆さんの周りのね、様子を見てもらった後ですね、
はい、に、まあ、買っていただくのが個人的にはいいんじゃないかなと思うやつになります。もう家だとね、全然好きに買っていただいてもいいと思う感じなんですけどね。はい、というような感じでね、まあ、他にもまあ、いろいろあげたらキリがない感じなんですけど、まあ、このような感じですね。ちょっと10選に選ばれなかったやつなんですけど、もちろんコイラのペンもね、非常に素敵なやつになったりもします。はい、というような感じですね、今回のやついかがだったでしょうかね。はい、まあ、いろいろとですね、まあ、前にもう一回出したりするんですけど、はい、今回こんなにまあ、いろいろと、まあ、紹介してきた感じになります。まあ、どれからね、言っていただいてもいいと思うんですよね。まあ、最終的には全部揃えるっていうのも、まあ、面白いかもしれないんですけど、まあね、これだけ揃えているとですね、まあ、今、ちょうど20分近く喋ってる感じなんですけど、こういうふうに喋ることもできるんでね、はい、皆さんぜひですね、まあ、文房具からですね、いろんなお友達できることをね、信じて、まあ、いいね、学生生活を送れるようにね、まあ、自分も祈りまして、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。はい、ということでね、この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画アップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。